皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの竹見です。今回は99%の医者が絶対に食べない闇が深い食べ物を暴露しますと題して多角的なリサーチや最新の文献にしっかりと基づいて99%の医者が恐れている絶対に食べない危険すぎる食べ物について世界中わかりやすく解説していきたいと思います。さて突然ですが皆さんは普段から食 生活にししっかかりと気を使えているでしょうかこのチャンネルをいつもご覧いただいている健康エリートの皆さんはきっと私が常日頃からご紹介している健康な食品だけを食べて高い健康水準を 維持していらっしゃることでしょう。ですが、毎日健康に良い食材を食べていたとしても、たまにはハメを外して、それら以外の食品を食べたくなってしまうことってありますよね。人間誰しも、たまにはお菓子も食べたいですし、ジャンクフードを食べたくなることもあるでしょう。健康のためには、体だけではなくて、心にストレスを溜め込まないということも同時に重要ですから、月に2、3回程度であれば、 タメを外して自分の好きな食べ物を目一杯食べてしまうというのもまあストレス解消という観点からは悪くはない選択肢だとは思います。ですがそんな時でさえ絶対に食べてはいけない食べ物というのが存在しております。この世界には一度口にしたら最後体がボロボロになってもはや二度と立ち直れなくなるくらい危険な食べ物が存在しているんです。本日はそんな99%の医者が絶対に食べないような 闇深い食べ物を暴露してしまいましょう食生活を気にしてストイックな食生活を送っている方も月に一度ぐらいはチートデーとして 自分の好きなものを食べる日を作っているかもしれません。本日はそのような日であっても絶対に食べてはいけない NG 食品を厳選してご紹介していきます。ついハメを外して好きなものに手を伸ばしてしまうという方々にとって非常に重要な情報となっておりますので、ぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元で99%の医者が絶対に食べない ヤビが深すぎる食べ物トップ5について2件で一口かじるだけで全身の細胞がはじけ飛ぶ危険すぎる食品3選について分かりやすく解説していきます。まずは1限の 99%の医者が絶対に食べない闇が深すぎる食べ物トップ5から解説をスタートしていきます。さて、まず皆さんが動画の構成を理解しやすいよう、これからご紹介していく闇が深すぎる食べ物を最初にまとめて発表しておきましょうか。それは次の5つになります。1、2個食べるだけで癌になる。食品業界の人は絶対に口にしない。冷凍まる。 2.3つに1つはノロウイルスに感染する。リスキーすぎる。丸月の生ガキ。3.67.4%の確率で血便が止まらなくなる。あまりに危険な丸々の肉。4. 生産狩りの1000倍の毒性を持つ。食べると1時間半で死ぬ魚。 5. 血糖値を爆上げして、みるみる脂肪が溜まっていく、デブデブ面。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて、わかりやすく解説していきます。まずは一つ目の。 99%の医者が絶対に食べない。闇が深すぎる。食べ物2個食べるだけで癌になる食品業界の人が絶対に口にしない。冷凍まるまるから解説をスタートしていきます。さて、まず皆さんに危険性を指摘しておきたい。闇が深すぎる。食べ物の一つ目は冷凍ミートボールであります。特に弁当用として売られている。冷凍ミートボールはあまりにも闇が深すぎて医者のみならず。食品業界で。 いている人たちも絶対に食べないと言われています日本のメーカーのものであればそこまで悪いものはないにせよ 通販などで買える激安の冷凍ミートボールは物によっては食品添加物だらけの毒団子と言ってもやばいぐらいの食べ物と言えるんです。冷凍ミートボールが含んでいるヤバすぎる食品添加物として特に最も危険なものが増粘剤であります。増粘剤というのはその名の通りでミートボールに粘り気を持たせるための食品添加物になります。ミートボールの場合食感を良くするためという目的のか つなぎのために入れられらていることとがほとんどであります増粘剤はそのほとんどが多糖類ですペクチンやキサンタンガムといった食品添加物が冷凍食品の裏の食品表示欄に書かれているのを見たことがある方もいらっしゃるでしょうこれらはあくまで多糖類のため糖質に他なりませんそのため加工食品から増粘剤を大量に摂取することで糖尿病の危険性があるということが指摘されております さらにはカルボキシーメチルセルロースナトリウムという種類の増粘剤は歯磨き粉や水性のインクなど食品以外の製品にも使われておりますミートボールをはじめとする冷凍食品を食べながら水性のインクと同じものを体に摂取していると考えるとちょっとゾッとしますよねそして増粘剤として最も有名なペクチンは食物由来であり体にそこまでの害はないと言われておりますが中には 安全性がまだ確認されていない増粘剤もたくさん存在しています。例えばファーセレランや トラントガムといった増粘剤には発芽性がある可能性が指摘されております。さらにこれらの増粘剤のほとんどがトウモロコシ由来であり、そのほとんどが遺伝子組み換え作物を原料としております。さらにはミートボールにはこのような増粘剤としての多糖類以外にも砂糖そのものが含まれていることもあります。砂糖は私たちの脳にとっては非常に強力な麻薬として働きます。砂糖は非常に中毒性の高 マイルドドラッグと表現されることもあるぐらい依存性の高い調味料でほんの少し摂取するだけで私たちの脳内でドーパミンやセロトニンといった脳内麻薬が ドドバドバと分泌されますこのようなドーパミンやセロトニンといったいわゆる幸福ホルモンは運動などによってほんの少しだけ分泌されるのであれば私たちの生活におけるささやかな幸福感を形作ってくれる素晴らしいものであります。ですが砂糖をはじめとするマイルドドラッグによる過剰分泌では 短時間でものすごい量のドーパミンが血中に放出されてしまうため私たちの脳にとってはあまりにも刺激が強すぎると言えるんです麻薬としての刺激が強いということはそれだけキレギアも悪いということで私たちは砂糖を食べて束の間の幸福感に浸った後 ドーパミン切れによって一気にイライラ感が高まりますさらに砂糖は私たちの血糖値を爆上げします血糖値が爆上がりすればインスリンという血糖値を下げるホルモンが急激に大量に分泌され逆に血糖値が一挙に下がってしまいます このような血糖値の乱高下を血糖値スパイクと言いますが、そんな血糖値スパイクもまた私たちのイライラの原因となります。このように砂糖を食べた後に幸福とイライラの乱高下が起こることで私たちはまたすぐに砂糖を食べたくなってしまいます。つまり アルコール依存症や薬物依存症と同じく砂糖依存症になってしまうんです。冷凍ミートボールをはじめとする様々な加工食品にはこのように私たちをその食品に依存させるために大量の砂糖が含まれていると考えられております。そのため私たちは冷凍ミートボールを食べると体に悪いにもかかわらずそれに依存してしまうようにできているんです。さらにさらに冷凍ミートボールのやばすぎる添加物と としてて使われているのが食塩であります冷凍ミートボールはほとんどが弁当用に使われますからある程度保存が効かないといけませんよね皆さんは古来からある塩漬けという製法によってさまざまな食材が長持ちするというのを聞いたことがあるでしょうそれと同じで冷凍ミートボールにも食塩を大量に含ませることで保存性が良くなるんです 食塩が私たちの健康に様々なリスクを及ぼすということは皆さんもすでに知っているでしょう食塩を摂取すれば血圧が爆上がりして私たちの全身の血管が傷ついてしまいますそして 血管が傷つけば、動脈硬化が引き起こされ、心筋梗塞をはじめとする、多くの致死的な病気の原因になってしまいますよね。このように、私たちの大切な健康を損ないながら、強力な依存性があると考えられる、冷凍ミートボールは、99%の医者は、絶対に食べない危険な食材である可能性があります。もしも、ご自身のお弁当に、毎日冷凍ミートボールを入れているという方がいらっしゃったら、皆さんはすでに、 ミートボール中毒であります是非ともそのような危険な食生活は改めるようにしてほしいと思いますまた外食などで出てくるミートボールも冷凍ミートボールである危険性がありますというかおそらくほぼ全て冷凍ミートボールではないでしょうか皆さんも外食産業や食品産業の側になってみてくださいわざわざ質の良い高いミートボールを使うでしょうか外見は全く同じですですからコストを抑えるという側面から安い冷凍ミートボール を使用するのではないででしょうかですからぜひ自分で冷凍ミートボールを食べないというのはもちろんのことそもそもミートボールという食べ物を安易に口にしないでいただきたいと思いますさてそれではここまでで1つ目の2個食べるだけでガンになる食品業界の人は絶対に口にしない冷凍ミートボールについての解説を終わりにして次に行きますそれでは次2つ目の 99%の医者が絶対に食べない闇が深すぎる食べ物。3つに1つはノロウイルスに感染するリスキーすぎる丸月の生ガキについて解説していきます。さて、闇が深い食べ物の2つ目にご紹介するのが生ガキであります。プルンプルンの生ガキにたっぷりのポン酢をかけて食べるのは最高に美味しい至福のひと時ですよね。 ですが、その生ガキ皆さん、うすうすわかっている通り、非常に危険であります。生ガキの危険すぎる特徴として、最も最初に上がるのが、ノロウイルスによる胃腸炎であります。特に、1月の生ガキには33、33%、つまり3分の1の確率で、ノロウイルスが含まれていると言われています。つまり、3個の生ガキを食べれば、必ず1個は当たってしまうぐらいの高確率で、お腹を壊してしまいます。 生ガキににに当当たってしままうとと本当に大変なことになこります一日中、下痢や吐き気が止まらず、夜な夜なトイレに駆け込んでしまうため、全く眠れないという、本当に地獄レベルの耐え難い苦痛を味わうことになります。体が丈夫で、健康な人であれば、数日すれば回復するものの、基礎疾患があったり、年をとって体が弱っている方の場合、汚物を喉に詰まらせて、死んでしまうようなケースもあります。さらにウイルス感 感染症が原因で 脱水となって他の病気を併発してしまうなんていう人も稀にいらっしゃいます。ノロウイルスは非常に感染性が強く、感染者の便やオート物に触れることで二次感染を起こすことが多いとして有名です。ノロウイルス患者が出た飲食店では、トイレをはじめとした排泄物が飛び散りそうな場所を全部消毒しなければいけないというのはかなり有名な話ですよね。さらにノロウイルスには恐ろしいことにワクチンが とというところもポイントでありますつまり私たちが生ガキを食べてノロウイルスにかかるかどうかは完全に運の世界であるということおまけにノロウイルスにかかるかどうかは季節によっては33%というあまりにも高すぎる確率であるというんですから本当に恐ろしいことだと思います自分はたとえ お腹を壊して地獄レベルの苦痛を味わうことになってもそれでも何としても生蠣が食べたいんだという方を私は止めることはできません生蠣はリスクはあるものの確かに亜鉛をはじめとする栄養素がたっぷりで体に良い食材であるという側面もありますですがそんな生蠣大好きな方は激安の牡蠣食べ放題などの怪しいお店ではなくてきちんと管理されて本当に新鮮な牡蠣だけを出すようなお店で 食べるようにして欲していいと思いますただしそれでもお腹を壊す可能性は十分にあるのでやはりくれぐれも自己責任でお願いいたしますやはりカキを安心安全に食べるにはちゃんと火を通して食べるのが一番でしょうさてそれではここまでで2つ目の3つに1つはノロウイルスに感染するリスキーすぎる1月の生牡キについての解説を終わりにして次に行きましょうそれでは次3つ目の99%の医者が絶対にの医者が絶対 に食べない闇が深すぎる食べ物67.4%の確率で血便が止まらなくなるあまりに危険な丸々の肉について解説していきますさて3つ目に皆さんにぜひとも警鐘を鳴らしたいのがずばり生焼けの肉であります中でも絶対に注意しなければいけないのは生焼けの鶏肉と生焼けの豚肉であります 豚を生で食べることなんてありえないよと思っている人多いかもしれませんが自分では気づかないうちに実は生で食べてしまっているケースというのは案外多いものなんですしゃぶしゃぶの食べ放題などに行って調子に乗ってパクパクと食べているうちにちょっとだけ生の部分が混じってしまったりあるいはポークステーキを作って中までちゃんと火が通っていなかったりすると 生の豚肉をそのまま体の中に入れてしまうことになります生の豚肉を食べることによって引き起こされる最も危険な病気が E 型肝炎であります E 型肝炎は生の豚肉に含まれている E 型肝炎ウイルスが私たちの肝臓で悪さを起こす病気のことでお肉が新鮮であるかどうかにかかわらず豚の生肉の中に存在します E 型肝炎は最悪の場合激症化して 死んでしまうこともあるほど恐ろしい病気でありますまた E 型肝炎は最近ではジビエによって起こるということも有名です特に E 型肝炎ウイルスはイノシシ肉や鹿の肉に多く含まれているためジビエ肉が大好きな人が食べて数日後に救急車で運ばれるなんていうケースは珍しくありませんまた豚肉と並んで絶対に注意しなければいけないのは生焼けの鶏肉であります 鶏肉も豚肉と並んで生で食べることによって非常に強烈な食中毒を引き起こす可能性のある食べ物なんです鶏肉で特に注意しなければいけない食中毒がカンピロバクターであります カンピロバクター感染症では、先ほどのノロウイルスのような、下痢や嘔吐のみならず、非常に高い熱が出て、治るのに1週間ほどかかるケースがほとんどになります。私自身、一度、カンピロバクター腸炎にかかったことがありますが、あまりにも苦しく、1週間で10キロ痩せたという苦い経験があります。夜中寝ようとして、ベッドに着いても下痢が止まらず、すぐにトイレで起きてしまうので、全く睡眠が取れず、何もできない地獄の1週 時間が続いたんですなんと 生の鶏肉や鶏レバーには67.4%という非常に高い確率でカンピロバクターが付着していると言われています。カンピロバクターを摂取したからといって必ずしも胃腸炎が発生するというわけではありませんが少なくとも生の豚肉を食べるとおよそ3分の2の確率でカンピロバクターを体内に入れてしまうということは覚えておいて損はないでしょう。最近では先ほどご紹介 大したジビエと一緒にこのような鳥の生殖を出すようなレストランも流行っておりますいくら高級なお店であってもウイルスを完全にコントロールできるわけではありませんやはりどんな肉でも生殖は恐ろしいものですから最悪死んでしまう可能性まであるという覚悟の上で自己責任のもと食べるようにしてほしいですもちろん私からは食べないということを強くお勧めいたしますさてそれではここまでで3つ の確率で血便が止まらなくなるあまりに危険な生の肉についての解説を終わりにして 次に行きましょう。それでは次4つ目の99%の医者が絶対に食べない闇が深すぎる食べ物、青酸リの1000倍の毒性を持つ食べると1時間半で死ぬ魚について解説していきます。さて、医者の99%が食べない危険すぎる食べ物の4つ目がフグであります。フグにはテトロドトキシンというほんの少し口にするだけで死に至ってしまう 恐ろしい毒があることで知られています。テトロドトキシンはよくサスペンスドラマなどで殺人に使われる生酸カリの500から1000倍の毒性を示すと言われていて耐熱性があるため発熱処理をしたところで失活はしません。しばしばフグは刺身で食べず加熱調理さえすれば大丈夫であると勘違いしている人が多いですが決して大丈夫ではないので要注意です。テトロドトキシンの致死量はわずか 2から3ミリグラムと言われていて食べてから死亡するまでの時間はわずか4時間半程度であります最も早い場合1時間半で死んでしまう人もいると言われています このようなことから日本ではフグの調理は免許制になっていてフグ調理師免許を持っている人による調理でなければ食べられないことになっています。にもかかわらず日本では年間で50名ものフグ中毒が発生していて毎年数名が死亡しています。そのほとんどが素人によるフグ釣りなどの家庭料理が原因とされておりますが人はミスをするものですからたとえちゃんとした料理店であっても100 安全であるると言い切ることはできませんこのように高い致死率を誇るフグはやはり安全を考えると食べないのが基地と言えるかもしれませんちなみにフグ以外でも素人の釣り人が自分でさばいて食中毒を起こす魚介類はたくさん存在しております素人が釣って食べることで 中毒を起こすこすととで有名な海鮮物としてサバやイカによるアニサキスが挙げられますアニサキスを見たことがある方はご存知だと思いますが、なんだかミミズみたいでとても気持ち悪いですよね。あのようなミミズが胃の中に入り込んで私たちの胃粘膜に突き刺さっていると考えるとゾッとしてしまいます。アニサキスを食べてしまった人は人生で最悪なぐらいのお腹の痛みに襲われると言われています。 サキス中毒は胃粘膜に突き刺さることそのものが痛みになるのではなくそれによって引き起こされるアレルギーが痛みの原因であると考えられています私たちは自分の免疫によるアレルギーが原因でアナフィラキシーショックとなって死んでしまうこともありますよね食べ物によるアレルギーというのはそれほど恐ろしいものなんです他にも 長ビブリリオののようなな感感染染症症をははじめとして素人がが釣った魚介類には様々な感染症のリスクがあります自分は釣りなんかしないから関係ないよと思っている方であっても海辺の民宿などで出されるお刺身などもそのような感染症の危険性があるから要注意です。いずれにしても生の魚介類を食べるときは本当に新鮮で信頼できるお店で食べるようにしてほしいと思います。ちなみに スーパーで買えるお刺身の驚くべき危険性については後日別の動画を出そうと思っていますから少々お待ちください。さてそれではここまでで4つ目の生産狩りの1000倍の毒性を持つ食べると1時間半で死ぬフグについての解説を終わりにし次に行きます。それでは次5つ目の闇が深すぎる食べ物血糖値を爆上げしてみるみる脂肪が溜まっていくデブデブ麺について解説していきます。 さて、お次に紹介したい闇が深い食べ物の五つ目がうどんです。コシがあって、ツルツルのうどんというのは、ひんやり冷やすと夏場には最高に美味しい食べ物の一つですよね。ですが、うどんはあの真っ白な見た目の通り、ただの炭水化物の塊に他なりません。 実は、うどんは白米に比べて、糖質量は少ないということが知られています。炭水化物は食物繊維と糖質の2つで構成されておりますが、白米に比べれば、うどんは食物繊維が多く、糖質量という観点では、白米よりうどんの方がまだマシであると言えます。にもかかわらず、うどんは、 私たちの血糖値を爆上げする食材として有名です。その理由は、うどんの GI 値の高さにあります。GI 値とは、その食品を食べると、食後血糖がどれくらい上がるかということを示す数値であります。実は、うどんは、糖質は白米に比べてそれほどではないにもかかわらず、この GI 値が85と、白米の88に匹敵するぐらい高いんです。このように、うどんがその糖質に比較 しあまりにも GI 値が高すぎるというのはうどんが非常に吸収されやすいことが原因であると考えられています皆さんの中には風の時に温かいうどんを食べる習慣があるという方も多いでしょうまたランニング前にはうどんが良いとも言われますよねそのように うどんが良いと言われるのは、うどんの吸収効率が非常に高いためなんです。確かに、トレーニング前や風邪などで体がエネルギーを必要としている時は、このように吸収効率が良いというのは、プラスに働き非常に良いでしょう。ですが、普段食べる食事として、糖質の吸収効率が高いというのは、全然嬉しくありませんよね。 2014年に行われた研究によれば、うどんにはインスリン抵抗性を爆上げするリスクがあることが分かっています。インスリン抵抗性とは、私たちの体の中でインスリンが効きにくくなってしまうことであります。 インスリンは私たち人間が持つ唯一の血糖を下げるホルモンであります。このインスリンの危機が悪くなってしまうと、二型糖尿病となって、網膜症や心筋梗塞など様々な恐ろしい病気の原因となってしまうということは、皆さんも聞いたことがあるでしょう。ちなみに、 うどんと似て非なるものである蕎麦の方は炭水化物量こそうどんとそこまで変わらないにもかかわらず GI 値は54と非常に低くなっております蕎麦が一般的に健康に良いと言われているのはこのためであります血糖値が爆上がりするということはそれだけ多くの血糖が インスリンによって中性脂肪に蓄えられるということでありますインスリンは私たちの血糖を下げますがそれは何も血液の中の糖を魔法のように消し去ってくれているわけではないんです あくまで血液中の糖を中性脂肪という別の形で隠しているだけなんです。そのため、うどんや白米といった GI 値が高い食品を食べると中性脂肪がどんどん増えてみるみる太ってしまいます。ですので、 麺類が大好きな方は、この夏は、うどんではなく、ぜひとも、GI 値の低い蕎麦を積極的に食べるようにすると良いでしょう。蕎麦は、GI 値が低いのみならず、蕎麦粉由来の良質なビタミンやミネラルが大量に含まれております。たっぷりの大根おろしを一緒に乗せて食べれば、最高に美味しい、健康的なぶっかけ蕎麦の出来上がりであります。さて、いかがでしたでしょうか 食べ物はこれれからもまだままだだ紹介していいきますが忘れないうちに一旦ここで1元をまとめ。ておきます1元ますとめこの一元では闇が深すぎる食べ物を5つご紹介しました。それは次の5つでした。1、2個食べるだけで癌になる。食品業界の人は絶対に口にしない冷凍ミートボール。2つ目は、3つに1つはノロウイルスに感染する。リスキーすぎる1月の生ガキ。 3つ目は67.4%の確率で血便が止まらなくなるあまりに危険な生の肉4つ目は生産カリの1000倍の毒性を持つフグでした5つ目は血糖値を爆上げしてみるみる脂肪が溜まっていくデブデブうどんでした それでは次2件で一口かじるだけで全身の細胞が弾け飛ぶ危険すぎる食品3選について解説していきますさて1件では99%の医者が食べない食べ物を5つ紹介しましたですがその他にも危険すぎる食べ物はこの世界にまだまだ他にたくさんあるので警鐘を鳴らしておきましょうまずはこれから2件でご紹介していく一口かじるだけで全身の細胞が弾け飛ぶ危険 すぎる食品を最初にまとめて発表しておきますそれは次の3つであります1一口に舐めれば433キロカロリーあまりに美味しすぎる脅威の激太り食材1線2週に2回以上食べるとガンデ死ぬ闇が深すぎるファストフード3つ目アメリカではすでに禁止されている脳血管が吹き飛ぶ人工食品 ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて解説していきます。まずは一つ目の危険すぎる食品。 一口舐めれば 433kcal ロロ。あまりに美味しすぎる、驚異の激太り食材から解説していきます。それはつまり生クリームであります。生クリームというのは、一言で言ってしまえば、飽和脂肪酸の塊であります。生クリームたっぷりのショートケーキを頬張るということは、飽和脂肪酸のチューブをそのままチューチュー飲んでいるのと、ほぼ同じことであると言っても過言ではないんです。 ご存知の通り、脂肪酸には、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2種類があります。これらは名前こそ似ておりますが、その性質は全く真逆のものであります。不飽和脂肪酸として有名なものに、EPA や dha といったオメガ3脂肪酸があります。これらのオメガ3脂肪酸は、ワやイワシといった青魚に含まれていて、私たちの血液をサラサラにしてくれる素晴らしい効果があるというのは、皆さんも知っているでしょう。一方で、飽和脂肪酸は、そのような不飽和脂肪酸とは、全く真逆の効果があり、私たちの血液をドロドロにして、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを爆上げしてしまう。 恐ろしい脂肪酸であります。飽和脂肪酸を食べると、私たちの血液内で LDL コレステロールが爆上がりしてしまいます。LDL コレステロールとは別名悪玉コレステロールとも呼ばれています。この LDL コレステロールは、私たちの肝臓から血液へ 油を運ぶ働きがあります。血液が油まみれになれば、そのうち血管が詰まってしまいますよね。そんなことになってしまえば、私たちの血管内はまるで生クリームのようにベトベトになってしまうでしょう。さらに生クリームには 大量の糖質が含まれているほか、その熱量はなんと 100g あたり 433kcal ロロで、とんでもない高カロリー食品であると言えます。そんなものを食べているようでは、ブクブク太ってしまっても仕方がないんです。さて、それではここまでで一つ目の、驚異の激太り食材、生クリームについての解説を終わりにし、次に行きましょうか。それでは次二つ目の、危険すぎる食品。週に2回以上食べるとガンで死 死ぬ闇深すすぎるフファストフードについいてて解説していきますさて、お次にご紹介したいのが、ズばりフライドポテトであります。皆さんの中に、毎日のようにファストフードチェーン店に通って、フライドポテトを食べまくっているという人はいませんか あるいは、居酒屋などに外食しに行ったとき、必ずフライドポテトを食べているという人はいないでしょうか。数年前に、ウクライナ紛争が起きた際に、穀物の供給が滞って、日本でもフライドポテトが買えなくなったというのが大きなニュースになりましたが、そんなどうでもいいことがニュースになるぐらい、日本人はフライドポテト中毒の人がとても多いようです。2017年に行われた、 研究によれば週に2回以上フライドポテトを食べる人はフライドポテトを食べない人に比べて死亡率が優位に高いということが明らかになっておりますフライドポテトが体に悪い原因についてはわざわざ言うまでもないでしょうあの見た目や味からしていかにも体に悪いことは明らかですよねフライドポテトの原料はそもそもジャガイモでありそのほとんどが澱粉であり糖質の塊に 他なりませんそんな糖質の塊を植物油で揚げた上でその上に大量の塩をぶっかけているわけですからそんなものを食べるというのはまさしく控えめに言っても自殺行為であると言えるでしょうちなみに最近では欧州食品安全機関がフライドポテトや ポテトチップスといった炭水化物を120度以上の高温で調理したものを食べることで発言リスクが高まると報告しております。これは炭水化物を高温調理することによってアクリルアミドという私たちの体にとって非常に危険な物質が生成されてしまうためです。経口摂取されて体内に入り込んだアクリルアミドは私たちの細胞の DNA を傷つけてしまうということが知らい 知られていてそのような遺伝子変異が蓄積することによって染色体変異を引き起こし細胞が癌化してしまうんです先ほどご紹介した2017年の研究では週2回以上のフライドポテトで死亡率が優位に上昇したとされていますが週2回どころか フライドポテトは人生で一度でも食べてはいけない食べ物と言えるでしょう。それではここまでで二つ目のフライドポテトについての解説を終わりにして次に行きます。それでは次三つ目の危険すぎる食品。アメリカではすでに禁止されている脳血管が吹き飛ぶ人工食品について解説していきます。さて最後にご紹介したい危険すぎる食品はズバリマーガリンであります。皆さんは アメリカではすでにマーガリンが2018年から使用が禁止されているということをご存知でしたでしょうかマーガリンに含まれている。 トランス脂肪酸は自然状態では液体上で存在する油を人工的な技術によって無理やり固定化させて作られます。このためマーガリンは食べるプラスチックとも呼ばれております。トランス脂肪酸の摂取によって心筋梗塞をはじめとする冠動脈疾患のリスクや肥満、 アレルギー疾患が、さらには糖尿病や認知症などといった加齢性の病気のリスクが高まるということは昔から知られていることでした。 このようなリスクを考慮し、ついにアメリカでは2018年にトランス脂肪酸の使用が禁止されたというわけなんです。このチャンネルをご覧の皆さんはまさかマーガリンを食パンに塗って毎朝食べているなんていう方はいないでしょう。そう信じたいものであります。ですが、日本ではマーガリンは知らないうちにたくさんの食品に使われてしまっております。例えば市販の菓子パンやクロワッサンには大量のマーガリンが 原材料ととしてて使われいいるるう事実があるんですこのような加工食品を食べることで、私たちは知らず知らずのうちに大量のトランス脂肪酸を摂取してしまうということになるんです。ですので、マーガリンそれ自体を食べないのはもうもちろんのこと。このような隠れたマーガリンにもぜひとも注意するようにしてほしいです。さて、いかがでしたでしょうか それではこの辺で二限の内容をまとめておきたいと思います。この二限では一口かじるだけで全身の細胞が弾け飛ぶ危険すぎる食品を三つほどご紹介いたしました。一つ目は 一口舐めれば4 3 3カロリーあまりに美味しすぎる。驚異の激太り生クリーム。二つ目は、週に2回以上食べるとガンで死ぬ。闇深すぎるフライドポテト。三つ目は、アメリカではすでに禁止されている。脳血管が吹き飛ぶマーガリンでした。 本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンンとチャンネル登録どうぞよろししくお願いしま,すまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました